ソクチョンホスに来てます。桜見に来ました。ちょうど今が満開ちょっと過ぎたぐらいかな若干肌からなんですけどね、まだ綺麗に見えます。まあ、ちょっとだけね、じゃあちょっと歩きたいと思います。こんな感じですね。このチャムシルのね、前にある湖のお花見スポットです。もう本当に人が多いで、ちょうどね、あそこにスワン、白鳥のね、オブジェもあります。で、今から歩いていきたいと思います。桜こんな感じですね。やっぱりね、若干ね、葉桜気味なんですよね。あ、でも全然綺麗ですね。これはこれで葉が生えてきてますやばい、めっちゃ綺麗です。すごい、こんな感じですね。めっちゃ人も多くってね、なんか向こうの方では屋台みたいなのも出てました。これスワン分かります？この白鳥若干ね、動いてるんですよ。ほらほらほら、首のとこ、顔のとこがめっちゃ可愛い。ちょっとあっちまで回ります。キャラクターがいますね、あそことこっちに。だからすごい混雑してる。ちょっと歩いてきました。ここね、いつもだったらアヒルがいないんですけど、いないですね今日は。ただその代わりね、サギ、ツル、なんだ、ツルはいないか、別の鳥がいますね。足の長いスタイルのいい鳥が、あ、餌食べてるかな。あー、かわいい。もうちょっと近づくか。あ、アヒルはいないみたいですね今日は。うん、残念。とりあえずあの鳥だけ取っとくか。このね、ロッテタワー側に回ってきたんですけど、こっちの方が桜すごい綺麗ですね。こんな感じでなんかイベント的なのやってます。何やってんだろう。すごいセクシーなお姉さんが踊ってる。うわ、すごい。だいぶ見えてきました。こんなやつです。ちょっともうちょっと近づきたいな、人が多すぎてはい、ちょうどこの辺が真ん中かな。もうちょっと右行った方がいいけど、もう行けなさそう。こんな感じでね、白鳥のオブジェあります。めっちゃでっかいです。これ醜いアヒルの子かな、色の違う小さい白鳥の子供みたいなのがいっぱいいるはい、こんな感じですね。すごい可愛い。全部映ってるかな子供のね、アヒルみたいな、白鳥みたいなやつ、結構顔がクールですね。若干ね、風で揺れて頭動いてますしでね、なんかね、頭に桜つけてる人もいっぱいいますね。なんかこのおもちゃの桜売ってるみたいです。以上、ソクチョンホスの桜でした。